はーいお疲れ様です。元光です。言論プラットフォームのフォローチャンネルになります。今回のお話なんですけど、久々にテンバイヤーが爆死してるぞーっていうようなお話なんですけど、テンバイヤーの餌食にされまくっていた PS5 がついにテンバイヤ爆死案件になったぞーっていうようなお話なんですよね。元光も動画で何回もお話ししてきた内容なんですけど、発売からもう2年半 ぐらいいが経つつんでですすけどついにですねあのメルカリとかの転売ヤーが売れずに困ってしまうっていうようなところまで来てると赤字で出品しても売れないっていう完全に爆死状態にね追い込まれてるというようなお話ですね。ということで見ていきましょう。もとみちのチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。もう完全にねざまあみたいな状況に追い込まれてる転売ヤーなんですけど記事にもなってるのでねこちら見ていこうと思います。PS5 ももはや転売しても赤 定価割れでも出品せざるを得ないってすんごい追い込まれてるんですよね、テンバイヤーさん。プレイステーション PS5 は今や多くの家電量販店の EC サイトに新品の在庫があり、抽選を受けずとも購入可能だっていうことでもうすでにアマゾンとかではガッツリ在庫があるんですよね。アマゾンから直接出荷してもらえるんですよ、この正規のものがね。で、フリマサイトでは2023年4月6日現在も新品や未使用品 の転売ががが起きててていいるる状況が変わっているっていうことでもはや転売のの方がが安い事例があるのだもうここまで来るともう転売屋の商材としては完全にアウトなんですよね。持てば持つほど爆死するというような状況なんですけど。5万5千円の出品もということで、まあ一応ね、おさらいなんですけど、現在のプレイステーションの定価っていうものが、えー、普通のもので6万円ね。これはプレイステーション5。で、デジタルエディションっていうもの、まあ、こちらが、まあ、大い5万円。 こっちがディスクドライブの入ってない少し安めのものになるんですけど、まあ、5万円と6万円のものになるんですけどこれちょっと、ね、頭に入れといてほしいですで記事に戻っていくんですけど2023年1月上旬ソニーインタラクティブエンターテインメントのジム・ライアン氏技術見本市イベントでこれから先 PS5 を欲しい人が世界中の販売店で簡単に見つけられるようになるはずだと宣言してから約3ヶ月が経つってもう供給が、ね、追いついてきてるぞって、まあ、宣言してから 3ヶ月ぐらいが経ったんですよね。で、言葉通り出荷数が増えたのか、4月6日現在、ビッグカメラ、ヨドバシカメラ、上信、山田電機といった家電量販店の EC サイトや、楽天ブックスでは PS5 通常版が注文できると、と普通に注文できるぞと、まあ、さっき Amazon 見ましたけど、普通に注文できるんですよ。で、PS5 通常版の定価は6万478円。メルカリ上で状態が新品未使用との条件で PS5 を調べてみたって、そしたら、ゲーム ソフトと本体のセット品もあり一概に高いとは言い切れないが約9割の商品は6万円以上と設定されているまあそれはね転売ヤーは利益出そうとしてるから6万で買って6万以上でね売ろうとしてるわけですよねしかし先頭から118品のうち11品の PS5 は5万5000円から5万9000円で出品されている低価割れだ割安なためかいずれも売り切れているって 定価切ってままでででしなないいいと在庫処分ができない状況に追い込まれちゃってるんですよね、まあ、ただここの状況っていうのは PS5 マイナーチェンジみたいなのもしてるから一概にね言えないんですよ途中で値も上がったりしてるんでまあ前の価格だったら5万円ぐらいで買えてたものを5万5千で売ったらまあなんとか利益出るかなとかっていう話ですけどでもね今新しいものが出てるのに古いやつを高めい,い水準でね買うような人もいないわけですよねまあ一旦記事をね見ていきます同じくフリマサイト ペペイペイフリマで PS5 通常版を調べた先頭100件の出品のうち2件は6万円を下回っておりそれぞれ5万9800円と5万9500円だ一時のフリマサイトでは9万円以上の高額出品が状態化していたことを思えば転売相場は大きく下落しているってもう定価切らないと売れないような大赤字状態なんですよねで、まあ、定価より高く売れたところでまず10%はメルカリからとかね、まあ、こういうフリマサイトに持ってかれたりするんです 大体で、そこから送料かかったりするんで、6万で買った PS5 を利益出そうと思ったら、だいたい7万ぐらいでは売らないといけないんですよ。だから全然足りてないんですよね。<laughs> 完全に爆死しちゃってるんですよ。まあ、この人がこういう風にツイートしてくれてるんですけど、PS5 の転売モデルは崩壊したらしく、もはや定価より安くても売れない状況、赤字を出してでも売らなきゃいけない事情とはって、いや、そうだよね。新品品未使用だっって言って言る商品をさ なんで売るる必要があるの普通は買って遊ぶために買ってんのになんで未使用の種品がそんなにあいっぱいあんだよって、まあ、もちろん転売屋がね売ってるからなんですけど、まあ、結局赤字だろうがとにかく在庫処分をしないといけない状況まで追い込まれてるわけですよね何度も言うがゲーム機は売って儲けるために買うのではなくプレイするために買うのだ買ったら開封して飽きるか壊れるまでプレイするそれができないなら買うなーっていやほんとそうなんだったよねで今現在メルカリの状況とか見ても、まあ、こうやって6万 5万円台とか、まあ、6万切るようなもので売られてたりだとか、えー、それでもね買われてないんですよソロドアウトしてないんですよねだから売ることもできなくて困って爆死しまくってるわけなんですよねねまあ元水もメルカリで見てみたんですけどだいたいこの5万5千円ぐらいでも全然売れないんですよ、あのー、安い方のデジタルエディションの方でも言ったら利益出そうと思ったら6万円弱ぐらいでは売らないといけないのにこういった状況になってるんですよね5万円台もうこれあ最新のものだよこのね型番が っててて書いてるるのののが最新のものにななんんんででですけどそれでこんな販売してるんですよまあ、10引いたら大体5000円ぐらい引かれるんで、もう定価切っちゃうじゃん。完全にアウトなんですよね。利益出ないんですよ。まあ、っていうのも、あの今ね、買い取り屋さんも全然高く買い取ってくれないということで、えっ、ー、とね、昔のもの、マイナーチェンジする前のものであって、 ローがなかろうがリスクドライブが入ってるか入ってないかで値段が分かれてるみたいで買い取り価格ね58,000円なんですよここ書いてる通り新型のね PS5 の6万円で先ほどね定価6万円のものが今58,700円の買い取りになってるんですよねついに買い取りが定価を切 わけなんですよまあこれが今まで8万とか9万だとかむちゃくちゃな数字になってたわけなんですよね売る方が高計じゃねえかってわけわかんないことになってたわけなんですよまあそれがねやっと低下より低い水準での買い取りになるということで PS5 を転売する価値がなくなっちゃってるんですよこのボーダーで、ね、まあ、買い取り屋さんの価格が低下を切るっていうのは大きなボーダーを踏み越えたっていうことですよねまあ、だから今持ってる人は完全に爆死しちゃうわけなんですよ売れ残ってる人ザ・ まあまあって感じがしますよねということでネットの意見も見ていこうと思うんですけどさあ転売ヤの在庫処分が始まったよでも定価より安くても転売ヤからは買わないことってうんここで買っちゃったらねまたあそこで資金が生まれちゃうからで保証期限,限切れっていうのもあるけど転売ヤが不良在庫を抱えると次の商品が買えなくなるここ重要ってそうこれを在庫を持たせて爆死させることによってもう転売ヤがね他のものに手をつけづらくさせることができるからねって注意喚起してくれてますねこちらいいねさせていただきます ますねとかあと転売屋ヤーが PS5 在庫抱えて爆死しそうなのを見てめちゃくちゃご飯が美味しい飯うまだーっていい悪い法律がどうとかどうでもいいから俺が気に入らんやつらの一派が不幸になって苦しんで焦ってたり不快に思ってるって考えるとこれほど気持ちいいことないって、まあ、ちょっとひどいこと言ってますけどでもそれぐらい人を困らせてるってことなんですよね転売屋ヤーってうんまあ、こっちもいいねさせていただきますねとか PS5 の最の 最新モデルが簡単に Amazon で招待販売で購入できてしまう現在、そううなんかもう正規で簡単に手に入るんですよ。だから、テンバイヤーは在庫を抱えたまま爆死するしかねえぞーって、ざまーっていう話ですよね。とか、他には PS5 って発表から何年経ちましたっけってもう2年半ぐらい経つんですよね。家族も増えて環境も変わったから、今更購入しようと思えなくなってしまったって思えなくなる。多分5時だね。えーだから ね、2年半も経ってたら環境が変わってる人もいるぐらいのものなんですよね。やっと手に入る頃にはもう全然違う状況になっちゃってるって。で、ロックダウン中は暇で欲しかったのに、下手したら2、3年後には PS6 が発表されてたりしてってえ安定供給されて転売屋が爆してるのは喜ばしいけど、今更感があって遅いんだよっていうようなね、そんな声も上がってますけどね。こっちらもいいね、させていただきますね。とか、そもそも現物をすぐに提供できる状態なら、増産して転売屋 早期に排除できたんだよなそれすらできない状態で転売ヤーにたかられたから PS5 は致命的に爆死したわけで今は頑張って持ち直そうとしてるけど正直厳しそうだしなーってもうねあのソニーへの信頼感っていうのがもうみんなねなくなってたりもするんですよねまあこちらもいいねさせていただきますねまあユーザーからすると転売ヤーへの怒りっていうのもあると思うんですけどまあなかなか日本に対して対策を打ってくれなかったというソニーに対しても怒りがあったり する部分はあるんですよねまあ、だからその信頼を PS5 でまあ、ソニーがどこまで回復していけるかっていうのは今後ね気になるところですよねということで今回は PS5 の転売やついに爆死モードに入ってしまうというようなお話でした皆さんの気もねぜひお聞かせいただけたらなと思いますまたみつのチャンネルではジジニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました